倉チャンネルへようこそということでね、今日はですね、じゃーん、じゃーん、リュックを背負ってあるところに行きたいと思います。今日行くところなんですけど、今日行くところは先日ね、吉祥寺コレクションで私のねカメラマンさんをやっていただいたシマリスさんっていう方がいるんですけど、その方がね今日はカフェの方でね、あの展示会を開いてるということで、そこに行っていきたいと思います。はい、あの、ね、実は5月2日からあの5月12日までやっていた展示会なんですけど、今日はねその最終日なんです。そう、最終日なんとか行きたいと思って、そうやっと行けるんですよ、イエーイ。はい、でね、シマリスさんの紹介をちょっとしますね。今日の展示会なんですけど、今日の展示会は合同展示会って言われているもので、写真を撮る方と絵を描く方っていう方がいて、でそのね方々が、その方々がね、このじゃーん、このねクマさんなんですけど、このクマさんはぬくじって言うんですけどね、でこのクマさんを自分の好きな場所に連れて行って写真を撮ったりとか、あとは絵を描いたりするっていうもので、こう世界中いろんなところを旅して、この子と一緒に写真を撮ってね来たっていうもので、それを展示してるんですね。でこのねぬくじっていうのは、なんでぬくじって言うんだろうって私も思ったんですけど、これはね、あの今回行くところはカフェなんですね。でカフェの名前がヌックっていうカフェで、あのカレーが有名なお店なんですけど、であのカフェなんですけど、展示コーナーっていうのもあって、なので展示会とかね、展示会とかをね随時開いているカフェなんですけど、で今回開かれている展示会がこのヌクジヨタビっていう展示会なんですけど、シマリスさんは月を撮っている方なんですね。そう、本当以前もお写真見せていただいたんですけど、めちゃくちゃ綺麗なんですよ。でしかもね、白黒の写真で、とってもこう、なんだろうな、その時の空気感とか、そういうのをすごい感じさせてくれるような写真がいっぱいだったんですね。今回初めて展示会に行くので、とてもワクワクしております。はい、ということでね、早速行っていきたいと思います。はい、イエイ、楽しみ。はい、で今日はねお友達も一緒に行くので、はい、ちょっと動画撮っていきたいと思います。はい、それでは早速スタート。じゃあ着いた。だいぶさまよった。ね、楽しみだね。イエーイ。皆さんで。
感想を書いてるノートがあって、そこに今感想を書いてます。イエーイ、こんな感じ。はーい、帰ってまいりました。イエーイ。はい、ということで今回行ってきたのはぬくじ店というものなんですけど、代々木駅に行ってまいりました。そう、新宿からね、そう歩いて行ったので、新宿をちょっとブラッとしたりとかっていう動画を撮ったんですけど、ちょっとねドーナツ食べたんですけど、ドーナツの動画を撮り忘れたんですよ。そう、お友達がね教えてくれたんですけど、プレーンの一番シンプルなドーナツだったんですけど、あれを温めてもらって食べるとめちゃくちゃ美味しいって言ってて、で食べてみたんですけど、めっちゃ美味しかった。とろける。そう、あのね写真とかがいっぱい飾ってあって、であとは動画、旅先の動画もね壁に流れていたと思うんですけど、であれを見ながら、あのシマリスさんがね、あの丁寧に説明してくださったんですよ。旅にね、島の方に旅に出ることはあの楽なことばかりではなくて、あの水がねなかったりとか、あと乗り換えで行かなきゃいけないとかね、あと移動時間が滞在時間よりめちゃくちゃ長いとかね、そういうお話もたくさん聞きました。そう、でも私もそうなんですけど、やっぱり旅って疲れるから、旅したっていう感じになるのかなって思って、こう共感できる部分が結構ありましたね。なんかねすごいね飽きないような展示会でした。めっちゃ良かった。でね、なんかお土産をいくつかもらって、じゃーん、めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。これもね実際にシマリスさんが撮ってきた写真みたいなんですよね。そうでね、来てくれた皆さんに1枚ずつ好きなのを選んでくださいっていう形でプレゼントしてるみたいなんですけど、めっちゃ綺麗だなと思って。でこのポストカードとね、あとねコースターもらったんだ。コースターじゃーん、かわいいでしょこれがねちょうどコップ、透明なコップを上から置くと、このねぬくじくんが下から出てくる、下にねいるような感じのコースターなんですけど、これもいただきました。そう、あとさっき見せたポストカードをいただきました。はい、ということでね、今日はぬくじ店に行ってきたっていう動画でした。シマリスさんはツイッターだったり、あとフェイスブック、シマリスさんなんですけどツイッター、あとインスタグラムやられているので、ぜひぜひちょっとチェックしてみるといいのかなって思います。はい、すごくね月の写真とか本当に綺麗なので、ぜひねちょっとチェックしてみてください。めちゃくちゃいいです。癒されます。あの自然の写真が多いので私結構好きですね。そう、はい、という感じで今日はシマリスさんの展示会ぬくじ店に行ってきたという動画でした。はい、ということで今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ちょっと良かったなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次のさくらチャンネルでお会いしましょう。せーの、バイバーイ。